こんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。はい、今回は、どんなことをやるかと言いますと、僕の後ろにこのずらっと並んでおりますエアリーギターの、カスタムギターです。タッチでございます。この、ギターたちの音を、新しくエアリーギターでオーダーしたいんだけども、どんなギターを作ればいいのか、どんな材料、まあ材料僕よくわかんないんですけど、材料を使えばいいのかっていう、それぞれ、まあ形は同じものがありますけども、材料が違かったりしてますんで、その辺もまあちょっとご紹介しながら、エアリーギターのカスタムギターの音比べ、はい、エアリーギター欲しいんだよなって方に向けた、そんな動画をやっていきたいと思います。まあ、あのギターの音を比べる前に、お聞きいただく前に、それぞれのギターがいつ頃作られたものなのかというのを、まずご紹介します。まずこれ、あの古い順に並んでおります。一番古いギター、これは僕はあの、エアリーギターとを出会うと出会うきっかけとなったギターですけども、サザンオールスターズの桑田さんが大好きで、桑田さんはどんなギターを弾いてるんだろうと調べた時にこれが出てきた、はい、あのロックンロールヒーローとか、あとなんだっけ、桑田さんのテレビゆうすけさんとマリアさんとやってた音楽トラさん、ミュージックタイガー、あれでも出てきました。そのギターと同じやつなんですけども、これあのラインで作られたんですよ。小池さんが作っていただいたんだったらば、当時は売券じゃなくて KK46 このラベルを剥がしたところに KK46 11月末出荷と、出荷なのか、かなんか書いてあるんですけどだからラベルこっちの方に貼り直してもらったんですが、これがですね2005年に作ってもらったやつです。BL というタイプの形で 150R カスタムと、これもラインで作っていただいたギターではありますが、カスタムギターです。はい、小松さんのはここに KK とプレートに入ってるんですけど、僕はイニシャル TM と入ってあります。はい、で弦はエリクサーのコーティング弦あっております。はい、全部この3本1本2本3本はエリクサーのコーティング弦貼ってあるんですけども、まあ後で紹介します。最新の、カスタムオーダーギター、小池さんに作っていただいたやつはまだあの出荷して間もないものですから、イヤリギターの出荷弦、ダダリオの何だっけ、なんとか16 EXP16 かな、が貼ってあります。はい、で、3456はあれはコーティングされてるんですけども、1弦2弦はコーティングされていないという弦でございます。あれだけ一番向こうのやつだけ弦が違います。はい、続きまして、僕は2番目に作っていただいたギター、この BL150R カスタムが、小池さんが作ったものではないがために KK46 じゃないということが発覚して、その後にエアリーギターの
マスタークラフトマン小池さんに作っていただいた初めての、小池さんギターでございます、モデル名はバイケン87と KK46 からバイケンというモデル名になって変わって87本目に作られたギターでございます。これは、まあ、弦はさっき説明しました、ね、あのエリクサーのコーティングを貼ってあります。でこれはさっきのちょっと前後しちゃいますけど、このギターこっち説明しよう。まずこっちはこっちか、これマホガニーという木で作られております。軽くて硬いと言われてる木です。でこれはブラジリアンローズウッドというやつだったと思います、ね、重いです、ね、密度があるのかなんか重くて、はい、硬いです。でこれは、2012年に作られたモデルで、これは1から10まで小池さんが作ってくれたギターでございます。で次にこれはまたちょっとモデルが変わりまして、一番最初にご説明したご紹介したこの BL と同じ形のギターです。材料がやっぱりさっきのドレッドノートみたいなこれですねと同じ材料で作られております。でこれはバイケン237と、これも小池さんが1から100まで作って一人で作っていただいたギターで、バイケン237と、バイケンになって237本目のギターです。これは、2017年製でございます。で最後にご紹介しますのがこのもう出来たてのほやほや、今湯気が出てるような感じのギターで、これは2022年5月にできた、バイケン325というギターです。これはこの一番最初に作っていただいたギターと同じマホガニーという、はい、ギターですね。ギターじゃない材料。そんで匂いを嗅ぐと木のいい匂いがします。まあそれはいいんですけども、なんだっけ、そうそう、このギターはこのドレッドノートタイプの一回り小さい、ああぶつけた、ね、大丈夫です。ギターでございます、ね、こういうハプニングがあるんですよ。まあ傷はついてないんで大丈夫でしょう、ね、そういうギターでございます。ギターはできてから昔聞いたことあるんですけども、作ってから、価値が一回こう下がっていくと、で木が乾いていく段階でこう、価値が上がっていくということを聞いたことがあります。ですから、作ってから間もないものと、こっちはもう17年ぐらい経ってますから、このギターとでは音は絶対違います、はい、その辺も加味して、お聞きいただきたいと思いますが、
2022年と、はい、歴史が刻まれております。今からじゃあ、これの音比べをやってみたいと思います。ぶつけちゃった。はい、それではまず、この一番古い2005年製の、マホガニーのギターを指弾きで弾いてみたいと思います。今はこれピンマイクで拾ってますから、こっちは切っちゃいますけども、このシュアの SM57、 これ、はい、ちょっと見づらいんですけど、これだけで音を拾います。で、今ピンマイク入ってますんで、それで拾っちゃってますけども、これは切りましょう。で、より生音を、お届けしたいんで、このライン取りは当然してませんし、ミキサーの、3バンド EQ も全部12時のとこだけです。で、コンプだけ聞かせます。音がちょっと小さくなっちゃうとお伝えづらい、しづらいと思いますので、伝わりづらいと思いますので、コンプだけ入れます。ではこっちを切ります。はい、では、あ、聞こえますか。こっちはピンマイクはもう音しませんね。このマイクだけ、はい、で今撮ってます。聞こえますか。では、ちょっと弾いてみます。続きまして、こちらのなんだ、2012年製のギターでございます。これもやっぱりつないでませんので、このマイクだけで撮っています。続きまして、この2017年製の小池さんが作ってくれたギター、はい、これで、まあ、もちろんここもつながずにこのマイクだけで弾いてみたいと思います。指で。はい、続きまして、最新の2022年5月に出来上がったばかりの、小池さんが作ってくれたバイケン325、これちっちゃいんですけど、なんか不思議にでかくていい音するんですよ、不思議なギターです。かっこいいでしょ。
はい、じゃあこれも同じ環境で弾いてみます。はい、それでは今度は、このピックでストロークを弾いてみたいと思います。まずはこの、ギターからいきます。続きまして、この小池さんが作ってくれたこのバイケン87 2012年製のギターでございます。これをやっぱりストロークで弾いてみたいと思います。はい、続きまして、この小池さんが作ってくれた、2017年製のバイケン237という、BL の形をしたギターで弾いています。はい、では最後に、2022年製5月に作っていただいた小池さんの、バイケン325という少し小ぶりのギター、はい、マホガニーのやつですね、これでストローク弾いてみたいと思います。はい、というわけで、イエリギターの2005年製のギターから2022年製のギターの、指弾きとこのブラッドピットフラットピックを使ったストロークの、音比べをしてお聴きいただきました。いかがでございましたでしょうか。あのギターはあの年数が経つほどこう音が変わってきます。で、新しいギターもこうできたばっかりの音とずっと弾いてると音が研ぎ澄まされていくといいますか、シャープな音になっていくような気が僕はします、はい、一家に一本イエリギターオーダーされてみてはいかがでしょうか。
という回でございました。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンを、チャンネル登録まだの方は一つこれを機会にポチッとやっていただいて、鳴ってるベルのマークをポチッと押しておいていただきますれば、また僕がこんな動画をアップしました時に YouTube からお知らせが参りますので、一つグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また7月の16日にだったかな、エアリーター行きますけど、工場見学も再開されたようですので、もし暇だなって方はいらしていただいてお会いできれば光栄に存じます。ではまた何かやらせていただきますので、一つよろしくお願いします。今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。ゼロからギター見て弾けたらチャンネル登録してね。そして右に出てくる